権者協会に依頼を出そうかしら。あら、あなたたち、ちょうどいいところに。鹿狩りのサラが呼んでるみたいだぞ。よかった、来てくれて。騎士団にお願いしたいことがあって。代理団長に、ジンに用があるんだな。あれ、ジン団長と親しいんですか。そうなんですね、ジン団長のお仲間なら安心できます。それで伝言って。すみません、本当は自分で騎士団に行くべきなのですが、最近レストランが忙しくて。実は清泉町との輸送ルートがヒルチャールに占領されてしまい、食材が届かなくなってしまったんです。それなのに清泉町の狩人たちは知らんぷりして、狩り以外の仕事はしないと言われてしまって。はい、その通りです。輸送ルート上にいるヒルチャールを退治してくださるよう、私の代わりにジン団…助かりました。ジン団長が動いてくれるなら。ジンはみんなに信頼されてるんだな。あ、そうだ、バーテンダーのチャールズさんも何かこ…ついでに彼の…おう。よいしょ、やっほー。お、ね、
ここはジューススタンドじゃないぞ、ちびっこたち。ふん、失礼なやつだな。人助けに来たんだぞ。人助け？そうか、君たち代理団長のお気に入りだったな。うん、変な言い方だな。では今期の税収報告表をいただけるようジンさんに伝えてもらえない？英財さんに報告書を提出する時期が近づいてきてね。それにしてもモンドの酒税は高い。ああ、全ての勘定は何せ酒はモンドの主要収入源だからな。ジンさんはいつも的確。そうなのか。ジンの仕事って想像よりもずっと大変なんだな。でもこの代理団長の努力のおかげで我々はかなり、なんというか、今となっては彼女にべったりと頼らせてもらってる。おいおい、ジンに頼りっぱなしで心が痛まないのか？そう言われると確かに少し申し訳ないな。今度彼女が来たら酒でもおごろう。まあ彼女にそんな暇はないかもしれんが。言い訳にしか聞こえないぞ。じゃあオイラたちもさっさとジン。俺が神社区会で冒険した時、私の猫がどこか行っちゃったみたいなの見なかった？あの子じゃないわ。ディオナは酒場にいるもの。いなくなったのはリトルプリンスよ。ディオナのこと猫扱いされるまま話が進む。困ったわ。もし帰り道が分からずに迷ってたら。ちょっと用事があってジンのところに行かないといけないんだ。あら、君たちもジンのところに。ん？猫を探してるんじゃなかったのか？そうよ、猫を探してもらおうとジンのところに行く途中だったの。なあ、猫探しまでジンにお願いするのか？あれ、ダメなの？でもジンはいつも優しいわよ。ちょうどいいから代わりにジンに伝えておいてくれる？今度キャッツテールに来たら一杯おごるから。おい、仕方ない。猫のリトルプリンスのことも一緒にジンに伝えよう。少しぼーっとしていた。何かトラブルでもあったのか？だあ、確かにあるにはあったけど、オイラたちは伝言を伝えに来ただけというか。なるほど、モンドのためにご苦労だった。依頼は確かに受領した。すぐに出発の準備を進めよう。おう、頼んだ。これで依頼は全部だよな。サラ、チャールズ、マーガレット。うん、合ってる。
の様子は？大丈夫だよな？うん、過労みたい。安静にしておけば大丈夫だと思う。ジンを連れてきてくれてありがとう。あなたたちがいなかったらきっとまた無理してたから。そうだな、ジンってば毎日仕事ばっかりだから。はあ、この人昔から無理ばかりするの。自分の国を言ったこと実は初めてじゃないんだ。え、そうかな。一応代理団長だからね。倒れられたらみんな困るだろうし。だから別に私個人の感情とかじゃなくてみんなのために言ってるんだよ。うん。バーバラ、なんだか様子が変だな。うん、そうだ旅人、あなた栄誉騎士なんでしょ。団長が倒れたなら騎士のあなたが彼女を助けるのが普通じゃない？そうでしょ？それはそうだけど、正式なセピロス騎士がいるんだからオイラたちの出る幕じゃ。ジンの仕事ってすごく多いから人手が多いに越したことはないと思うの。だから騎士団に戻ってお手伝いをしてあげて。ジンの世話は私一人でもできるから。なんかオイラたちを追い出そうとしてないか？ん？なんでもない。じゃあオイラたち行くから。走るより飛ぶ方が早いよ。お？ここだよ。すごいことを聞いたみたいね。あ、ガイアだ。おお、お前さん方待ってたぜ。ジンが倒れた時の話は聞いた。騎士団を代表して礼を言わせてくれ。急に真顔でお礼を言われるとなんだか照れるな。俺たちの大事な代理団長の恩人だからな。これそうだ、お礼の他にも。その通り、話が早くて助かるぜ。ジンの仕事を分担してほしいんだな。ああ、お前がジンに報告した件だが、けどジン以外のやつに任せるのは手伝いが必要そうなところが、モンドの栄誉騎士が協力してくれるなら俺も。旅人をいくら褒めても何も出ないぞ。俺にはもっと重要な任務があるんだよ。いろいろと準備が必要でね。はぁ、仕方ない。確かサラとチャールズとマーガレットだったよな。ああ、よろしく頼む。またな。あの猫、君の猫だったんだ。銀融野郎、お前も手伝いに来てたのか？手伝い？手伝ってほしいのは僕の方だよ。あれ？でも今マーガレットにリトルプリンスのことを聞いてたよな。いや、僕がスペアで持ってた
星鉄の弦が盗まれたんだ。その犯人が猫のリトルプリンスだったんだよ。モンドの生きとし生けるものが自由を謳歌するのはいいことなんだけど、ちょっとばかし自由すぎるよ。リトルプリンスはやんちゃだからね。バルバトスみたいだな。素敵な比喩だ。あ、コホン。ひとまずリトルプリンスを見つけよう。今夜演奏の予定が入ってるから、早くスペアの弦を取り戻さないと。下手したらお客さんをがっかりさせちゃう。そもそもなんで猫が弦を盗むんだよ。猫は毛糸玉が大好きだからよ。星鉄の弦には風元素の力が秘められてて頑丈なんだ。だからいつも毛糸玉のようにぐるぐると巻いて持ち歩いてるんだよ。これは銀融詩人の小さな秘密さ。へえ、弦に風元素の力が。よし、手がかりゲットだ。早速元素資格で確認してみようぜ。きっと何かしら風元素の痕跡が残ってると。お願いね。リトルプリンスは黒猫よ。商業エリアと居住エリアの近くにいると思うの。あ、そうだ、この魚はリトルプリンスの大好物。台直すからな。私のリトルプリンス、自分で帰ってくるなんてお利口さんね。あんなに苦労したのに結局こうなるのか。もうリトルプリンス、私を見捨てないでちょうだい。おいおい、二人の世界に入っちゃった。その様子だと猫がここに戻ってきたのは偶然だったのかな。捕まえられなかったからって落ち込まないで。君たちがいなかったらこうはならなかったかもしれないし。どれどれ。うん、星鉄の弦はやっぱりこいつが持ってたね。感謝の気持ちにこの弦で貸し切りステージを用意してあげたいくらいだ。リトルプリンスがこんなに近くにいると猫アレルギーがまた。道理で自分で捕まえられなかったわけだ。とにかく助かったよ。じゃあお先に。あ、アクション。もうアンソニーお兄ちゃんたちに迷惑かけたくない。わかった、すぐに出発するね。あ、アンバーだ。もしかして依頼の件かな。あ、あんたたちも来てくれたんだ。今から出発するところだよ。ヒルチャールの討伐は。サラさん、どうしたの。安心して。ごめんなさい、実力を疑ったわけじゃないの。お店のオーダーが、今もまた変なオーダーが来たんです。それでパーティー用のお料理を準備する。え、いいの。よかった。あ、
私の見せ場が取られた気がする。じゃあこの新しいオーダーはあなたにお任せしま…でも旅人大丈夫？そこは気にしないでください。これは鹿狩りの名誉にかかった戦い。それじゃあスイートフラワー3つと鶏肉3つお願いしますね。そう、早く準備してください。アンバーさんもおね…どう？今日のおすすめはステーキですよ。スイートフラワー3つと鶏肉。うん、合ってますね。じゃあ7番卓からのオーダーです。完璧に旅人のことを。鹿狩りの手伝いをし、鶏肉のスイートフラワーズ。わあ、この香り。あと人参とお肉のハニ。人参とお肉のハニーソテー。はい、騎士団の会食では人参とお肉のハニーソテーのレ。どうよ。あなたの料理の人参とお肉のハニーソテーが。もっと聞きたいなら、人参とお肉のハニーソ。これはあなたが作ったんですか？その料理の腕すごいです。これでもう大丈夫そうだな。ええ、ありがとうございました。後のことはいつか冒険に飽きたら。走るより飛ぶ方が早いよ。リサさん、全集報告票を届けに来たのか？あら、可愛い子ちゃんじゃない。そうよ、ジンが倒れたって聞いたから書類仕事は私が引き受けたの。そうなのか。じゃあオイラに手伝えることはなさそうだな。じゃあ、待って、実は。私が言おう、リサさん。先ほど取引先から急な注文を受けたんだが、店内良ければ荷物がどうなってるか確認してきてくれないか？そんなに緊急なのか？ああ、臨時の注文でね。できれば急ぎたい。それに何か問題があったんじゃないか、ちょっと心配でしょ？
今度ディルック様がいらっしゃった時に。そう来なくちゃ。タタ、いらっしゃい。あの時俺が神社区会で冒険した時。絶対飲んで損しないよ。助けに来てくれた。長いことワイナリーで勤め、もう少し安心しろ。よかった。この運、ヒルチャールの相手だけに集中するなよ。荷物の安全が最優先だ。何か、それじゃあた。またか、またか。答えなさい。早く処理しないと全部腐っちゃうよ。ありがとう。もう半ば諦め、ワイナリーの人たちに。よし、全部の依頼が無事完了したな。ジンの仕事って大変だ。ジンは体調良くなったかな。教会に見舞いに行ってみようぜ。
何かお困りですか？取り戻したから安心して。ま、本当か？よかったな。あっちに会っても大丈夫か？実は今大聖堂を出て行ったばかりなの。ジンがもう大丈夫だって言って聞かなくて。バネッサ様のところ？大英雄バネッサ様を象徴する風たちの地にあるあの木のことだよ。ジンは何か迷いを感じた時いつもそこに行く。そんなことまで知ってるなんて。それはジンがここを出るときにそう言ってただけだから。私も心配なんだけど。わかった。ありがとう。それなら安心できるよ。あなたたちに、そしてジンに。封じ。モンドを見守るあなた様の目がいつまでも澄んでいますように。世界は、そして私は、あなた様の期待した通り強くなれたのであろうか。ジン、体は大丈夫なのか？ああ、もう平気だ。君たちがここに来るとは思わなかった。気遣いに感謝する。本当か？さっきジンの後ろ姿を見た時疲れてるように見えたぞ。少し無理しすぎじゃないか？ああ、君たちのその気持ちだけで十分に元気が湧いてくるよ。ありがとう。しかし、この程度のことを一人で片付けられないとは。私ではバネッサ様のようにモンドを守れないだろうな。ジンはバネッサにすごく憧れてるんだな。ああ、最初の騎士団団長であるバネッサ様は強くてお優しい方だ。私はその歩みをずっと追いかけてきた。志賀騎士の勇猛さをもってして旧貴族の支配を撤廃し、ダンディライオン騎士としてセピロス騎士団を作り上げモンドを守ってきた。ダンディライオン騎士ってジンのことじゃないのか？ダンディライオン騎士もシガ騎士も歴代の騎士団が継承してきた称号だ。そうなのか。じゃあ今のジンは優しいダンディライオン騎士であり、強いシガ騎士でもあるんだな。バネッサ様の称号を継承できたのはとても光栄なことだが、私にとってそれは責任を意味する。何せその名を名乗るには強さが必要だから。そうだな。
ジン？そこにいるのは誰だ？やはり気づかれたか。弱っている騎士団長を倒すチャンスだったという。ジンが不調だって話。こんなタイミングを狙ってくるなんて卑怯だぞ。ダンディライオン騎士の名にかけてこのような卑劣な奇襲に屈しはしない。気を逃したし、こちらは撤退させてもらおう。待て、追うぞ。ジン、やっぱりダメだ。私は行かなくては。また無理してるな。いや、君たちを信頼していないわけではないんだ。ただもうなら理解してくれてありがとう。怪我はないか？私のせいで仲間が傷つくなど、この先は私一人で行こう。これくらいへっちゃらだ。それに今のジンの体。そうか、すまない。しかしまずはこのた。おう、頼む。まさかここまで追ってくるとは。こいつならどうだ。弱点だった水元素はもう効かない。さばきを受けよ。またか。一緒に逃げようなんて思わないでよね。ユウヤを求めている。またか。この猛火はどうだ。一箇所でも残っていれば煉獄の炎がまた燃え出す。風の神が割れる。黒き翼よ、昼夜を切り裂きなさい。判決を下す。断罪の名において。またか。またか。それ、それ、それ、せい。
黒き翼よ、昼夜を切り裂きなさい。いい加減にしてほしいものだ。ここまで来たらこのわしが直々に相手してやろう。剣に近い。裁きを受けよ。断罪の名に夜の幻言。またか。逃げようなんて思わないでよね。一緒に。だいぶ本調子に戻ってきたな。バーバラのおかげだ。おお、無事ならよかった。あ、バーバラに。団長、やっと帰ってきてくれました。スワン、待っていてくれたのか。ああ、いえ、酒場のエンジェルズシアの方で。大したことではないのです。ああ、いや、大したことではないんです。スワンがそう言うなら、今の私でもきっと大問題ない。少しか…よかった。終わった。余も末だ。スワンみたいな真面目なやつまでジンに仕事を丸投げするなんて。まあまあ、スワンも焦っているようだし。ジンさんのために用意した慰労パーティーですよ。慰労パーティー。ジンが倒れたって聞いてみんな心配したんだよ。ジンさん、いつも一人でたくさん仕事を抱えて大変だから。せっかく束の間の休息を得られたんだ。パーティーでもして思い切り羽を伸ばしてもらった方がいいと思ってな。いっいつも仕事に没頭している代理団長はこんな機会でもないと参加してもらえないだろうし。ジンさん、みんな、え、ジンさん、もしかして照れてるんですか。こんなジンさん初めて見ました。ジンだって仕事の時以外は普通の女の子だからね。少し感極まっただけだ。本当にありがとう。ジンさんが普段みんなにしてくれていることに比べたら大したことありませんよ。しかしまだ仕事が。心配するな。
安心して楽しめるよう、ジンがいないうちに依頼を一つ残さず片付けておいた。本当か？食材の輸送の件もか？普段の見回りとそう変わりません。たかがヒルチャールです。すぐ酒税の件も。毎日図書館にいる私にとって書類の処理なんて朝飯前よ。じゃあマーガレットさんの猫の件は？猫探しまで覚えてるのか。リトルプリンスは旅人が捕まえてくれたよ。ついでに僕の星鉄の弦も返してもらった。だから今日は仕事のことを忘れなさい。せっかくのお休みを満喫しましょう。ああ、みんなと共に仕事ができて私は幸せだ。風神の導きに感謝する。そういえばパーティーの用意も大変だっただろう。みんな時間は大丈夫だったのか？実はな、主催者は旅人だったんだぜ。酒も食材も旅人が用意してくれてな。料理もこの少女が作ってくれたんだ。だからその怪訝な顔も謙虚なふりもしなくていいぜ。もちろんディルックの旦那のおかげでもある。店の貸し切りは高いからな。君たち騎士団のイベントに参加する気はなかったんだがな。でもまあモンドの一般市民としてジンの努力には感謝している。ディルック先輩。はいはい、もうジン団長を囲むのはやめて。休ませてあげるんでしょ。そうだね。じゃあパーティースタート。みんな楽しそうだな。オイラたちもパーティーを楽しもうぜ。みんなとおしゃべりだ。そういえばさっきジンが一人で2階に上がっていったみたいだぞ。今日の主役のことも忘れるなよ。鶏肉の水全部あんたが作っ、これを食べたら、アンバ、バー、暁ワイナリーのお酒はこういう金融野郎ばげ、この酔っ払ってるぞ。うんうん、風の民たちにこのお酒を飲ませたいよ。よう、楽しんでるか。はあ、お互いの、だからお前の手柄。そうだ、認める。37。ディルックの旦那。あの銀融詩人、今夜彼の酔いが覚め。ディルックの…しかし…こんなに騒いじゃって、どうし、ん、じゃあ、自分で作るようにしてるの。赤いトマトか唐辛子だよ。唐辛子。にぎやこんでよく見るロン。さっきジンが一人で2階に行ったみたいなの。
ああ、君たちか。あ、ちょっと外の空気を吸いに来ただけだ。ジン、なんか思い詰めてるみたいだな。旅人、もう一度礼を言う。あ、みんなと一緒にいると元気になる。それに気づいたことが一つあるんだ。なんだ？シガ騎士よりもやはりダンディライオン騎士の方が私に合っている。シガ騎士はバネッサ様がモンドのために戦った過去の栄誉を意味するが、セピロス騎士団を作った後のダンディライオン騎士は彼女が望んだ騎士団の未来を意味したものだ。あ、天の上から、そしてすぐ隣を吹く優しき風からも、きっとバネッサ様は私たち風の導くままに自由の風が進むべき道を導いてくれる。今後も我々と共にあってくれ、旅人。